どうもどうも、ミルクボーイです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございますね。今松岡修造さんが巻いていた鉢巻きをいただきましたけどもね。ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから。一番いいですからね。ありがたいですよ。ありがとうございます。本当にね、取りますけどもね。いきなりですけどね、うちのおかんがね、好きなスポーツがあるらしいんやけど、その名前をちょっと忘れたらしくてね。え、スポーツの名前忘れてもうて、どうなってんねんそれは。なでもおかんの好きなスポーツなんかね、棒高跳びか走り高跳びぐらいでしょ、そんなもん。それがちゃうらしいねんな。違うの？いろいろ聞くんやけど、全然分かれへんのよね。分かれへんの。いや、ほな俺がね、おかんの好きなスポーツ、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたか教えてみてよ。錦織圭さんとかね、大坂なおみさんが活躍してるスポーツやってるねんな。テニスやないかい。その特徴はもう完全にテニスよ。テニスな。すぐ分かってん、こんなんもう。ちょっと分かれへんねんな。何が分からん、テニスやないか。いや、俺もテニスやと思ってんけどな。そうやろ？おかんが言うには、そのスポーツは旅館とかで風呂上がりやったら盛り上がるっていうねんな。ほなテニスと違うか。浴衣でテニスしてるやつ見たことないもんね。な、風呂上がりにテニスなんかしたらね、汗ボトボトなるから、もう一回風呂入らなあかんがな、そんな。そうやね。テニスってそういうもんよ。ほなテニスちゃうかな、これ。ほなもうちょっと詳しく教えてくれる？得点の数え方がややこしいらしいね。テニスやないか。な、テニスは1点2点と数えるんじゃなくて、15、30と数えるんやから。ほんで次もね、45かと思いきや、40なのよ。ややこしいよこれ。ゼロもラブとか言うから、素人には訳が分からへんの、ほんま。テニスに決まり、そんなもんは。分かれへんねん。でもなんで分かれへん、テニスやないか。俺もテニスやと思ってんけどな。そうやんな。おかんが言うには、点を決めたら派手なパフォーマンスで喜ぶっていうねんな。ほなテニスとちゃうやないか。テニスで勝つダンスとかしてる人おらへんやからね。点決めるたびにそんなんしてたら、体力持たへんよそんなん。テニスちゃうから、ほんなら。あれ、ほなもうちょっとなんか言ってなかったか。生で見に行ったら首疲れるらしいねんな。テニスやないか。な、テニスはラリー中ずっと首動かしてるから、めちゃくちゃ疲れるのよ。そうやね。冗談抜きで鳩ぐらい首動かすんやから。テニスや、そんなもんは。いや、分からへんねん。分からへんことない、テニスよ。いや、俺もテニスやと思ってんけどな。そうや。おかんが言うには、そのスポーツの本場はモンゴルやってるねんな。ほなテニスとちゃうやないか。全門オープンテニスなんか聞いたことないもん、な。あんな大草原でテニスしたら、どこまでもボール転がっていくよ。そうやな。ボールボーイ取りに行くん大変やから。テニスしちゃうやん。そうやね。ほんまに分かれへんこれ。どうなってんねん、もう。おとんが言うにはな。おとん。ボブスレーちゃうかって。絶対ちゃうやろ。もういいわ。どうもありがとうございました。テレビ東京では日本人両エースの激戦の模様を連日放送予定です。ぜひお楽しみください。